はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーです。ということでやっていきましょう。モンスターハンターダブルクロス実況プレイ。今日からいよいよ G 星さんいきますよ。今日はね、初挑戦の、もうすでに左上にネタバレされていますけど、氷河流ベリオロスの狩猟。いきたいと思います。初挑戦、初対面ですね。一狩り行きましょう。よろしくお願いします。初めてなんですよ。ベリオロス。なんか、発売前に買うか買わないか結構迷ってるんだよ、みたいな生放送。あ。生放送したと思うんですけど、あ、なんかすでにいるんですけど、その時に、なんか PV でベリオロスっていたような気がするんですけど、気のせいでしたっけ？ちょっとニコニコ生、ニコ生で、なんかそんなことやってましたよね。確かね。さあ、とりあえずは、せっかくここに現れたんで、よし、適当に取りつつ、ほっとりでしょ？まず、ほっとり飲んで、ちょっと、鬼人薬と効果薬はちょっと飲ませていただきますね。もういよいよ多分そういうの飲まないとやっていけないレベルだと思うので。よし、じゃあ行きますか。どーこだ？どーこだ？いた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 。見つけた。ほう！早い！やばい！俺こういうのだいぶきつそう。早っ！ちょっと待って、抜くのが早い。マジそれ。あいつだ。あいつだ。砂漠にいるやつ。砂漠、ジョン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 。ジョンジョンジョン。砂漠にいたやつ、何でしたっけ？ディノバルド、どーあ、ちょっと待って、黄色しかないんだけど。黄色しかないんだけど。顔が多分赤だと思うんだけど。顔が赤だと思うんだけど、赤が取れない。にゃーん。やん？マジで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 。マジで赤取れないんだけど。行くわ。ちょ待って、これ切れなくない？追っつかなくない？ちょ待って、赤ない。いや、しかもさ、結構さ、肉質硬そうなんだけど。ちょっとやばいぞ、これ。なぜ俺はこれを、なんでしょう。やっぱ顔じゃん、やっぱ顔じゃん、やっぱ顔じゃん、やっぱ顔なんだよね。どんなん、ダメージ量そんな、なるほど。ちょっと、これは、ちょっと突っ込むわ。なるほど。早い。ちょっと待って、こっちがさ、一回攻撃する間に相手二回攻撃してません？いやー！早すぎる。やーべ！早すぎる、マジで。いやー、もうこれなんか、2、3発入れたらもう無理なんだけど。間に合わないんだけど。いや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 、早すぎ早すぎ、早すぎでしょ！マジか、このレベル相手にしなきゃいけないの、俺。俺多分無理だわ、これ。もう。半ば諦めてるんだけど。これあれですね。体力があんまりないことを祈るだけですね。いやー、もう入っちゃってるんだけど、ボタンが。うわ！ちょ、マジ。マジマジマジ。ちょっと一回これはあれですね。最大ゲージ上げといた方がいいですね。いやー、もう。いやー、ちょ、待って、もう、わかんない、もう。ちょ、待って、無理。いや、いない。いや、もう一発しか入んねえし。いや、マジ、ちょっと見えない。やばい！これさ、だって硬化剤とか飲んでてこのダメージ量だからな。見えない。硬化剤とか飲んでてこのレベルだからな。当たれ。よし。はい。
多少。ちょっとこれは一回もう引くわ。いや無理、これちょ待って、本当に無理、見えないから無理。ちょ待って、もうだって回復グレート4なんだけど、もう4なんだけど、嘘やろ、もう3なんだけど。え、本当に無理じゃん、こんな、絶対無理じゃん、こんなの。ちょっと待って、本当に動けない。マジで、本当無理だよ、こんなのは。絶対無理なんだけど。嘘だろ、こんな強い敵無理だよ、一人で。本当に無理、こんなの。マジで無理なんだが、ちょ、待って、ブルブルもいるんだけど。嘘だろ、マジで言ってんの、こんなの。やめて、マジで無理、もう動けないし、もう、もうほんと無理、マジほんと、こんなんソロでクリアできる初心者いんのかよ、マジで。もう当たる気もしない。やっと、やっと、やっと、もうやばい、こんなんもう精神的に持たない。マジこのレベルの敵精神的に持ちません。むち、ちょ、もうだってこの距離一瞬で詰められるんだろう。アンチねえじゃん、もう。ちょ無理だ、マジ。ちょ一回引きますね。頑張ろう、マジで。いやでもね、ぜひね、やっと乗ったこれはね、もしね、モンハンチャレンジしたことがない人はね、ぜひやってみてほしいね。これがどれぐらい厳しいものなのか。いや待って、危ない、大丈夫、よかった。いや今連鎖来られちゃったらもう全然アウトだったね、今のね。邪魔すんなよ、お前本当に邪魔しないで、お願いなんで、マジで。俺このトーンで喋ってるってことは本当にそれぐらい余裕ないから、マジで邪魔しないでね。本当お願いしますね。もう本当にあれなんだな。もうソロでやるレベルの話じゃなくなってきてるんだろうね、多分ね。当たっちゃう。あ、無理、これは。止まれる。何？は？は？え、何がサブタ？てかあれだな、にゃ、うわー来た。いやー、ちょ、フルフルモンスターだって上いるからさ、飛ばせないんだよね。やばい、そのコンボマジでやばい。やめてー、もう避けられる暇がない、避けるに隙がない、マジで回復がよ、いやー無理、あー無理、マジ、もうちょっとしかも頼む、うわー、もうマジでほんと余裕ない、おー、マジ吐きそうなレベルなんだけど、こんなの。本当に多分俺マジでさ、無理な気がする。マジで無理な気がする。もう無理じゃん。今のコンボとかさ、今のコンボとか避けられないじゃん、絶対無理なんだが、マジで。今のコンボとか絶対避けられないじゃん、マジで。猶予なくないか、猶予あるけど、入力猶予はあるよ。入力猶予はあるけどさ、回避行動取れないし、ガードもできないじゃん、無理じゃん。無理じゃん。いや、確定コンボじゃん、それみたいな。
はぁ、もう理不尽す、もうなんかすげぇ繊維喪失してるんだけど、マジで。ガチで繊維喪失してるんだけど。あんまりこういう実況さ、するのもあんま良くないかなと思うんだけどさ、笑うしかないんですよ、これ。やってみてください、マジで。やってみんな。やって。やって。マジ。初心者の人ね。上級者の人は、そうだよねって共感してくれると思うんですよ、多分。上級者だったら。初心者の人さ、やってみ？マジで。笑うしかないから。ちょ、ひるんだりしてくんないかな。あ、でもなんかさ、ちょ待って。体勢はあんまないのかもしんない。なんかさ、ひるみ体勢、ちょっとなさそうですよね。今になってやっと分かったんですけど。だ割と、なんか、ゴリ押し対ゴリ押しなのかもしれない。虫まといがあるタイミングがゴリ押しなのかもしれない。逆に。で、皆さんちなみに秘宝なんですけど、なんでこのタイミングで回復薬グレート飲んでないかっていうと、回復薬グレート、あと1です。あと1です。あと1です。これどこのタイミングで一回死のうかなとかちょっと思ってるんですけど、痛い。一回死んだタイミングで、ベースキャンプ戻って、あーなんかいる。ここ。当たる。うん。やっぱあれだな。赤さえ取れればだな。赤さえ取れれば。いやなんかでも崩してはいる。なんか崩れ始めてはいる。相手が。いや、崩れ始めてはいるんだよな。なんだこれは。急に。あ、これは。いやー、ちょっと、あ、これは死んだ。これ死んだ。あ、これだ。あ、音もいないから死んだ、これ。あ、行った。逃げた。オッケー、オッケー、オッケー。いやー、マジか。うぅー！一回やっぱ死んだ方がいいな、これ多分。一回死んで、ちょっと回復薬、いや、違う、ちょっと待って。蜂蜜を取りに行こう。ちょ、邪魔、君。君、邪魔。蜂蜜を取りに行こう、今から。蜂蜜。あと4つは別のところにあるな、多分。あー、緑？なんで？黄色、赤、尻尾が、ああ動かねえ、ほんとに。ちょ、赤保持しとくか、このまんま。ああ、なんか落ちてきたタイミングでキラーンって言ってるから、そういうやつなのかもしれないね。もう端っこ。お互いに端っこ、痛い。相変わらず元気ですね。よく50分間動けますね。尻尾。見えない。あ？消えた。あ、マジ。いやー、あと10分。しまって、もう。あー、回復薬グレートあと1個しかない。いや、それそっち、そこで止まるの、逆に。
あ、ちょ待って、でも弱ってる？弱ってる？マジ？弱ってる？本当に？弱ってるマジ？弱ってるマジ？弱ってるマジ？ここ。もう俺、引くわ。よし、来た！よし！オッケー、いった！もう、絶対無理だと思った、マジで。もう、絶対無理だと思った、こいつ。ほんと、もう、ごめん、二度とやりたくないです、この人、マジで。マジで、二度とやりたくない。ほんとに。うわぁ、マジ、ほんとやばい。これ多分歴代一番こう、古竜とか抜いて普通のモンスターで多分歴代一番きつかった。だって40何分、初見で40何分かかったクエストないでしょ今まで。精神的にも時間的にもきつかったんだけどマジ。え、ちょっと待って、アイテムボックス、ちょっと待って、嘘だろ。ちょっと待って、嘘だろ。アイテムボックスいっぱい、ちょ、まだアイテムボックスいっぱい、嘘だろ、マジで。もう散々だな、マジで。はい。あ、あれ？あれ？その青いお守りって。あ、あ、ちょ、待って、スペシャル延長だ！初お守りじゃん。スペシャル延長って多分あれでしょ？だって、クロスになかったよね。おう。おう。なんかこれも見たことない、その下の。なんとかいい？よ、わかんない。なんかでもいいのいっぱい出た。うわー、いったー。でもノーミスでいったぞ、一応。41分。41分かかったけど、ノーミスでいきましたよ。次回のパートで。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。最近動画のエンコードをしながらゼルダの伝説のコログの実を集めるのがマイブームになってます。1日にだいたい3、40個ぐらい集めるともうへばっちゃって大変なんですよ。もうすごい広いゼルダすげえ。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。